こんにちは、社会ブレイザーズ応援団長直樹です。こんにちは、落ち方せりかです。ということで、ブレイザーズアット TV 今回もご覧いただきありがとうございます。4連敗をね、はい、しましてですね、悔しいです。しかし、あの負けがいろんなことを教えてくれるっていうのがありますからね。ただいま10勝8敗の4位でございまして、はい、おー、うん、まだまだ全然ね。そうですよ、あのね、うん、この長いリーグですから、4連敗の、はい、この中でね、やっぱり全部勝つっていうわけにもいかないわけですよ、ね、勝ち方、いろんな負け方もあるわけですから、ファンの皆様はそれ一番分かっていただいてます。それでも熱い温かい応援をしていただいておりますが、うん、このね、北九州のホームゲームとかでもね、やっぱりね、はい、あの層の厚さっていうのをね、まあ、感じましたですね。北島武史選手が出場したり、はい、ね、あの小安田選手のスタメンとかということで、うん、いろんな、まあ、こういう、あ、このパターンもあるんだということで、やはり最後優勝に向けてはいい材料がまた僕は揃ったんじゃないかなと、思っておりますね。はい、はい、2月中旬更新のブレイザーズアット TV、本日も楽しみにしていただきたいと思いますが、うん、今日も素晴らしい選手2人お呼びしております。はい、いろいろとお話を伺いましょう。はい、ということで、ブレイザーズアット TV スタートです。さあ、今回はですね、はい、あのトレーニング室から、はい、お送りしたいと思いますが、はい、今日の選手です、はい、ミドルブロッカーの2人お越しをいただいております。大水選手、横田選手です。どうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。横田選手、まずここで選手はトレーニングをしてるわけですよ、はい、ねえ、ある時はファンフェスの控え室にもなりある時は多目的ルームですねなんでそんな こんな姿勢のいいもので、あのブレイザーズアット TV の選手いましたか？あの照明写真を撮る時 の手の構えぐらいそうそうそう、これ本番始まる前ずーっと黙ってますからお願いしますね。よろしくお願いいたします。さあ、あのね、まずは本当に避けられないところでございますがね、はい、まあ勝ちも負けもありますから、うん、4連敗というのがありましたけど、まあしかしチームは前に向いてると思うんですけど、尾身さんどうですか、その4連敗の後のチームっていうのは。そうですね、あのこの近年でこの4連敗っていうのがなかったので、やっぱチームはちょっと少し反省しなきゃいけないことがどんどん出てきてるんですけど、はい、それは前向いて、まあ、次の試合に向けてまた作り上げていこうっていう雰囲気は出てると思います、うん、なるほど、はい、勝ってもやっぱり反省する部分っていうのもありますから、やっぱ負けたっていうのはやっぱりこう材料、負けた材料っていうのはどうです、やっぱり分かってる部分があるから。ああ、そうです、ありますよね、うん、やっぱり負けるからには、ね、それなりの理由は絶対あるわけですし、ね、うん、で、あの、まあ、僕自身も入ってからもその、はい、まあ、尾身さんさっき言われたんですけど、4連敗が初めてなので、うん、あので、僕も試合に出させてもらっている当人としてちょっとあのさすがに切り替えるのがなかなか難しかったですけども、うん、横田選手 そのミドルのセンターラインのこうブロックとかっていうのもやっぱり良、かったと思うんですけどね、この辺はブロックをこのホームゲームはちょっと止めたいなっていう気持ちが強すぎて、いつも以上に、で、要は後ろで待ってる人がいるのにもかかわらず、うん、勝手に手をバッて動かしたりとかしたもんだから、はい、うん、迷惑をかけちゃったなっていうのもありますからね、うん、まあでもね、そうやってこう横田選手がそうやって気づいて、うんうん、ね、またこう次へステップアップするっていう意味では、うん、お店で今横で聞いててどうですか。そうです ね、うん、それやっぱり、はい、僕も少し思ってたところもあるので、それが自分でこう改善しようっていう気持ちがあるのはすごいいいことだとは思います、はい、うん、選手の人たちがね、こうそうやって話し合ってこう悪いとこ直そして次に行こうっていう言葉の掛け合いはすごいあるんじゃないかなと思いますけどね、うん、悪いとこ探してみ、人間もうずっと無口になってしまうよそうなんですよ、ね、そこでね、さあ、はい、ブレイザーズアット TV ご覧の皆様に、試合の VTR をですね、はい、ご覧いただきたいと思いますが、ここで我々のこのアット TV に、はい、素晴らしい仲間といいますか、助っ人といいますか、はい、新メンバーといいますか、新メンバーが、ここで登場しますんで、はい、それのところも楽しみに見ていただきたいと思います。お、直樹さん、そしてセリカちゃん、あ、大道選手に横田選手、こんにちは。
そして番組をご覧のブレイザーズファンの皆さんもこんにちは。堺ブレイザーズ堺でのホームゲーム MC を担当している河合康幸です。これから私も一緒にブレイザーズ @TV を盛り上げていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いします。それでは先日行われました堺ブレイザーズの試合を VTR でどうぞ。まずは JT サンダーズ戦から。相手スパイク松本ブロック。今度はバックアタック知事木。序盤から両チーム激しい試合を展開する中、最後はペピチの強力なスパイクで第1セットを先取します。続く第2セット、松本石島が相手スパイクをブロック。石島強力なサーブが相手コートを襲って、横田と千々木が相手コートにボールを入れて7対3、 JT を突き放します。JT の執拗な攻撃にペピチと横田のブロックは高い。内藤ジャンプサーブ、松本石島のブロックで制し25対15。第2セットもブレイザーズが連取。第3セット中盤、ブレイザーズの3点リードで今度は今村1枚チャンスボール。今村はバックトス、千々木ライトから、最後は石島が止めて第3セット25対17。ブレイザーズが3セットストレート勝ちを収めました。次は昨シーズンの王者パナソニックパンサーズ戦。ペピチのバックアタックで流れを引き寄せるブレイザーズ。千々木のサービスエース、石島のレシーブから今村のトス、横田、最後は相手スパイクがアウトになって第1セット25対20、ブレイザーズが先取。第2セット、横田がパナソニックコートにボールを打ち込みます。パナソニックも黙ってはいません。福澤のバックアタック、ペピチのジャンプサーブからパウロのスパイクをブレイザーズ3枚ブロックでシャットアウト。石島の速いサーブ、今村、横田、ホットライン。そして最後はペピチのバックアタックが決まって第2セット25対23の僅差を制して第3セットへ。第3セット終盤、パナソニックのエース清水を石島がドンピシャブロック。相手の速いサーブに崩されますが、ここでも石島がラインギリギリに決めていきます。そして最後も石島のサービスエースで勝利をつかみました。ブレイザーズが勝利した試合を VTR でご覧いただきましたが、いかがだったでしょうか。それにしても北九州ホームゲーム悔しいですね。 JT とサントリーに連敗、まあ、でも気持ち切り替えていきましょう。さて、北九州のホームゲーム公式ゲーム以外に堺、北九州、佐賀のそれぞれのジュニアブレイザーズの交流を深めるための対抗戦が行われました。普段なかなか顔を合わすことができない彼らですが、この日は精一杯汗を流して交流を深めました。将来の V リーグ選手が出てくるのが本当に楽しみです。今後のね、堺ブレイザーズの追い上げにも期待したいんですが、そのためにはファンの皆様のサポートが必要になります。ブレイザーズへの熱い応援、これからもよろしくお願いします。では今回はこの辺りで失礼したいと思います。皆さんさようなら。次回はそちらにもお邪魔します。いや、すごい試合でしたね。いい試合でしたね。本当に熱かったですね。ブレイザーズは強い。ね、そう、これはね、やっぱね、普段のね、選手のね、トレーニングの成果ですよ。そうですよ。それがあってね、その辺のところ、二人に、伺いたいと。はい。いやいやいや、違う。あれ
めっちゃトレーニングしてるじゃないですか。ありがとう、ありがとう。すいません、いませんでいいから、トレーニング今のこの番組に冒頭しててほしいんだけど、反省が、うん、はい、鍛えなきゃと、鍛えなきゃと、あんた何もしてへん支えてあげてましたから、ね、練習の時間また後でしますからね、もっといいんだけど、まああのコンリーグに関しましてはね、大見さん、あの本当にあのどこのチームも本当にこうなんていうんですか、あのもう気が抜けない、ね、またここはこういう勝ち方ができるっていう、すごく面白いこう僕リーグになってるんじゃないかなと思うから、この後半戦ますます本当に、チームの持っていきようによったら、はい、本当にこう順位なんかふっと変わりそうな感じするんですけど、どうですよ、ブレイザーズ的には。そうですね、本当にもう今まではまあチームを作り上げる段階だったんですけど、ここからは本当に勝っていかないと一生が本当に重くなってくるんで、本当に面白い試合が続くとは思います、はい、そうですよね、はい、あのもう残り10試合なんで、本当にそのスパートをかける意味では今までやってきたものを全て出し尽くして、はい、あの戦っていかなきゃなって、今大道さんも言いましたけど、その1勝っていうのが本当にあの変わってきますし、うん、僕らも今勝率的にはあのすごく下とも僅差ですから、はいはい、あのもう本当に各地方でああやって熱い応援してもらっていることにすごく感謝しますし、うん、まあ、ここ、4連敗してしまってあの不甲斐ない試合をしたことでそのちょっと残念な気持ちを与えてしまったので、うん、もう一回僕たちがその応援、したいなって思ってもらえるようなそのチームになるようにもう一回締めて、うん、あの普段の練習からしっかり力入れてやって、試合でもう一回あのコートでみんなにあの見てもらえるようにしたいなと、そう思いますね、はい、セリカさんなんかもう2試合ね、そうですね、衣装まで見に来てもらって、ファンの皆様のあの客席の空気ってのはどうです？すごい、あのサーブの時とかも、うん、うーてーみたいな感じで、すごい声を張り上げてらっしゃる方も多いので、はい、うん、やっぱり応援の力も届いてっていう気持ちもファンの方思ってると思うので ね、さあ、そのためには皆さん、はい、あの本当に普段言ってます応援は最大の攻撃、うん、皆様がですね会場に来ていただいて、はい、社会ブレイザーズの選手に熱いエールを、応援を送っていただきたいと思いますので、うん、どんどん足を運んでいただきたいと思います。さあ、それでは試合の日程です、お願いします。はい、2月の最後の土曜日の23日は FC 東京と、翌日24日の日曜はトヨタ合成トレフェルサと対戦します。場所は愛知県小牧市スポーツ公園総合体育館で行われます、はい、詳しくは堺ブレイザーズ公式ホームページをご覧ください。そうですね、会場にも来ていただきたいです。でまたあのブレイザーズアット TV でね、たくさん のメッセージ、はい、やっぱりその文の力っていうのもあるんじゃないですか、手紙をもらったりとかする、ね、どうです大見さん。はい、もうそれは本当に毎回すごい力をいただいて試合に臨めているので、はい、ね、感謝します。どうです、そういうコメントとかメッセージっていうのもね、はい、本当に元気もらってます、はい、いつもね、本当にあの選手もですね、あのスタッフもあの本当コメントをしっかり見てますので、うん、皆様のそのコメントが我々らのこうパワーになりますので、はい、メッセージの方もいただければと思います。よろしくお願いいたします。さあ、それでは最後お願いします。またお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。暗い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 って、お前これ明るくいかなあかんのに、見てみ、せいかちゃんテレビの向こう行け笑うな、テレビの向こう行け笑う、この人たち面白いやろみんながなんでそんな息ぴったりなんか見てることしてやったりとかはい、元気よく最後、はい、元気よく頼んでいきましょう、はい、またお会いしましょう、ごきげんよう、さようならまたお会いしましょう、頑張ってますからね、皆さん、頑張りますよ、世界ブレイザーズ。